アンソン・バーリン・ゲーム、アンソン・バーリン・ゲーム、アンソン・バーリン・ゲーム。1820年11月14日から1870年2月23日は、アメリカ合衆国の政治家、外交官、中心講師を務め、後に、新朝の施設団の代表となった。中国名は、カバノヤスシン。ニューヨーク州ニューベルリンで生まれる。1823年に、一家は、 オハイオ州に移り、10年後にミシガン州に移住した。1838年から1841年までミシガン大学で学ぶ。1846年にハーバード大学のロースクールを卒業し、ボストンで弁護士を開業した。1848年より自由土地等、ユナイテッドステイツフリーソイルパーティー。1848年から1852年。 に参加し、講演活動で名声を得た。1853年、マサチューセッツ州の衆議会議員となった。当時、アメリカ全土で奴隷制の是非に対する論議が巻き起こっていたが、バーリンゲームは奴隷廃止論者であった。1854年、奴隷制に反対する政治家たちが共和党を結成すると、バーリンゲームも参加し、マサチューセッツでの組織化に尽力した。 1855年より国政に進出し、1861年まで会員議員を務めた。1861年にエイブラハムリンカーンが大統領に就任すると、バーリンゲームは中心講師に任命された。バーリンゲームは国務長官ウィリアムスワードに耐震・協力政策を提出し、1862年7月20日に北京に到着して以降、 武力外交に代わって公正な外交を展開した。このバーリンゲームの態度は、新朝のアメリカに対する好感を引き出し、さらに新朝から個人的な信任を得た。1867年11月27日、バーリンゲームの中心講師の任期が満了となり、帰国することになった。バーリンゲームは、総理各国事務画門主催の離任の演説で、もし各国と問題が発生したときは、 尽力しようと述べた。当時、新庁は外国施設団の派遣を検討していたが、外交に明るい人物が見当たらず苦慮していた。そこで、共振の植木県は、バーリンゲームを施設団の全県代表、便利中外交渉無大臣とするように上層した。こうして、バーリンゲームは新庁の代表として、アメリカ、イギリス、フランス、プロイセン、ロシアなどを訪問することとなった。 1868年2月25日、施設団30名は、上海からコスタリカ号に乗船し、アメリカに向かった。施設団には、海艦同室よし、レーブローチルマゴヤダニの両名の官僚も含まれていた。1868年4月に、一行はサンフランシスコに到着した。6月2日に、ワシントンに到着し、翌日に、国務長官。 スワードと会見し、6月6日には大統領アンドリュー・ジョンソンに国書を手渡した。7月28日、バーリンゲームとスワードとの間で、近代中国史上最初の対等な条約である、中米追加条約、俗にバーリンゲーム条約と言われるを調印した。条約は清を対等な国家として認め、真の領土の割用に反対することを規定していた。さらに、 清とアメリカは、両国民の往来、留学、貿易、居住に関して、これを妨げず、相互の利益を図ると規定した。アメリカは、真の内政に不干渉を表明するとともに、大陸横断鉄道の建設のための中国人、労働者を得ることができた。9月19日、施設団はイギリスのロンドンに到着し、10月20日に、ウィンザー宮殿で、ビクトリア女王に越見した。 この時、イギリスでは、ウィリアム・グラッドストーン内閣が成立し、クラレンドン伯爵が外務大臣に就任した。12月26日にクラレンドンは、バーリン・ゲームらと会見し、28日に紹介を発表した。イギリス政府は、慎重と和をもってことをなすとしながらも、条約の履行を強く迫った。1869年1月1日、バーリン・ゲームは、 紹介に同意した。1869年1月2日、一行はパリに到着し、1月21日に皇帝ナポレオン3世に謁見した。しかし、フランスの強硬な態度のために交渉は父として進まず、施設団は半年間滞在したが、結局、アメリカやイギリスでのような成果を上げることができず、失意のうちにフランスを後にした。 1869年9月21日にスウェーデンを訪れ、10月7日にストックホルムを離れた。10月31日にデンマークを離れ、11月18日にオランダを出発した。1870年1月にベルリンを訪問し、交渉の結果、オットー・フォンビス・マルク首相は、イギリスと同様の清志に有利な声明を発表した。 1870年2月1日、施設団はロシアに入り、2月16日に、サンクトペテルブルクで、皇帝アレクサンドル2世に越見した。皇帝との会談では、清とロシアとの国境紛争の回避など、実務的な内容が話し合われ、その翌日、バーリンゲームは、肺炎で倒れ、病状は日々悪化していった。1870年2月23日、 バーリンゲームは肺炎の悪化のためサンクトペテルブルクで死去した50歳。新潮は中心公指示の協力政策と施設団全権代表として主権と領土を保持した功績により一品なくく組と銀一万両を授けた。現在、カリフォルニア州とカンザス州にバーリンゲームの名を冠した都市がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。